フレッド・ハービーカンパニーは、カンザスパシフィック鉄道のウアレス駅とヒューゴ駅に1875年にオープンしたレストランに起因する。このカフェは、フレッド・ハービーにより運営されたが1年後には別の経営者に引き継がれた。ハービーは、この事業により、ハイクオリティの食事を駅で提供するという新しいビジネスに目をつけるが、彼の雇い主だったシカゴ・バーリントン&クインシー鉄道は彼の意見を聞き入れなかった。しかしアッチソン・トピカ&サンタフェ鉄道がこのビジネスに興味を持ち、駅に付随する形でレストランをオープンしていく。そして、その後これがレストランチェーンの原型となっていく。ハービーは、食堂車も考え出し、鉄道車内で食事を提供し成功した。1883年、ハービーは、容姿の美しい若い女性を雇用し、質の高いサービスを提供するという新しいビジネスを開始した。これにより、駅に付随するハービーのレストランは大人気となり、高所得の東海岸に住む人々が、大陸横断鉄道で中西部を旅するという流行を作った。その後、ハービーの運営するレストランは、ハービーハウスと呼ばれ、そこで働く女性は、ハービーガールズと呼ばれるようになった。1946年、MGM は、ジュディ・ガーランド主演で、ハーベイガールズという映画を制作し映画はヒットした。ありがとうございます。